ですが4ページご確認ください。それでは福岡市公民館の Wi-Fi に皆様の端末を接続していこうと思います。では公民館の Wi-Fi に接続する前に、そもそも Wi-Fi って何なのかというところをご説明したいと思います。まず Wi-Fi というのが無線の電波のことになります。皆様がお持ちのスマートフォンですとか、ご自宅のパソコン、あとタブレット端末をつないで、何か調べ物をしたいときは必ずインターネットというものの接続が必要になっていきます。で、皆様が今お持ちのこのスマートフォンをご購入いただいたショップありますよね。例えばドコモさん、ソフトバンクさん、au さん、楽天モバイルさんといったようなスマートフォンをご購入いただいたショップがあるかと思うんですけれども、こちらのスマートフォンを買った時に電話料金と別にインターネットを1月にどれぐらい使えますかということを考えて、インターネットのご契約をおそらくされているかと思います。で、そのインターネットの契約をした時にインターネットが使える容量を決めていただいたと思うんですけれども、容量のことをギガと言います。ギガですね。で、この例えば私がですね、今日このスマートフォンを買いにドコモショップに行ったとします。で、1月にどれぐらいインターネットを使いたいかなということを考えて、例えば1ギガの契約にして申し込んだとします。その場合このスマートフォンというのは1ギガ分しかインターネットが使えませんよという契約ではなくて、これは実は1ギガ分だけ快適にインターネットが使えますよという契約になります。例えば今日まだ月末迎えてないですよね。12月27日ですので、で、私がもう今日の時点で1ギガ全て使い切ってしまったとするとどうなるかというと、実はインターネットはまだ引き続き使える状態です。ただ通信制限といいまして、インターネットの回線が速度が遅い状態になります。この通信制限というモードに切り替わると、どのような症状がこのスマートフォンに起こってくるかというと、先ほど皆様が今津公民館ですとか福岡市と検索していただいたとしても、次のページになかなか切り替わらないですとか、動画を再生しようとしても動画が再生されないといったような不具合が生じてくるのが通信制限になります。決してインターネットが使えなくなるわけではないんですけれども、快適には使えない状態になってきてしまいます。で、今から皆様がつないでいただくこの公民館の Wi-Fi というのは、まずこの通信制限というものがありません。いわゆる使い放題になります。ですので、皆様が携帯ショップでご契約されたギガ、いわゆる容量ですね、を気にすることなく快適にインターネットがご利用いただけるというのがこの Wi-Fi のメリットになってきます。では皆様のスマートフォンが Wi-Fi につながったかどうかをどのように判断していくかというと、マークで判断をしていくことになります。今皆様のスマートフォンちょっと確認していただきたいんですが、今前のスクリーンにも画面映しているんですが、これで言うとこのマークです。ちょっと小さくて見えづらいかと思うんですが、ここにですね 4G というマークが書かれています。数字の4とアルファベットの G ですね。皆様のスマートフォンもこの 4G というのが上部に表示されているのではないでしょうか。見えますか。ありがとうございます。この 4G というのは Wi-Fi につながってませんよというマークになります。ですので、皆様が携帯ショップの方でご契約されたインターネットを今は使っている状態ですよということをこれは表しております。では、この 4G というマークがこの後ですね、 Wi-Fi につながるとどうなるかというと、このような扇のマークに切り替わります。皆様お持ちの機種がそれぞれ違いますので、必ずしもこの黒と白のしましまのようなマークではないんですけれども、白く全てが塗りつぶされているような扇のマークの場合もあります。このようなマークにこの 4G というところが切り替われば Wi-Fi につながったんですよという証拠になっていきます。今日公民館の Wi-Fi につながった後、
この 4G がこのマークに切り替わりますので、皆様のスマートフォンの上部をしっかり確認していただきますようお願いいたします。では続いてお手元の資料ですが、5ページご確認ください。早速福岡市公民館の Wi-Fi につないでいただく手順をご説明していきたいと思います。実は公民館の Wi-Fi というのはつなぎ方が大きく分けて2種類あります。1つ目が SNS といわれる Twitter ですとか Facebook といわれるものを使ってつないでいただく方法、そして2つ目がお持ちのメールアドレスを使ってつないでいただく方法になります。皆様の中で Facebook ですとか Twitter というものを使っている方が少ないので、本日はちょっとメールアドレスのみに絞ってですね、つなぎ方をご紹介していきたいと思います。ここで一つちょっと皆様の方に質問があるんですけれども、ご自宅に Wi-Fi をもう接続してますよっていう方いらっしゃいますか？ Wi-Fi、 ありがとうございます。ご自宅に Wi-Fi あるということですね。ありがとうございます。そのご自宅の Wi-Fi につなぐとき、最初にパスワード入れたの覚えていらっしゃいますか？ありがとうございます。ご自宅の Wi-Fi はですね、接続するときにおそらく業者さんから渡されたパスワードを入れてつないでいただくと思うんですよ。そうすると外出したらもちろん Wi-Fi から遠い位置に行ってしまうので、切断されてしまうんですけれども、ご自宅に戻ってきたら一度入れたパスワードというのをこのスマートフォンが記憶しているので、自宅に戻ってきたらまた自動的に Wi-Fi がつながるというモードに切り替わります。あとは今自宅の工事していなくても、街中でですね、いろんな Wi-Fi というのがあります。例えば喫茶店に Wi-Fi 接続しているところもありますし、宿泊施設のホテルとかにも今 Wi-Fi というものが設置されています。この Wi-Fi というのは宿泊施設であればパスワードが部屋に入って鏡とかがある化粧台とかの机の上とかにパスワードの紙が置いてあるので、そのパスワードを入れれば宿泊施設の Wi-Fi が使えたりします。このようにパスワードを入れたりして使っていただく Wi-Fi ですとか、パスワードを入れなくても使える Wi-Fi があります。それが福岡シティ Wi-Fi といって、天神地下街とかにいるともうある Wi-Fi ですね。あれはもうパスワードとかも必要ないので、その場所にいるだけで Wi-Fi が使えます。で、今日公民館の Wi-Fi につないでいただくんですが、そのご自宅の Wi-Fi ですとか街中の Wi-Fi との大きな違いが1点あります。まず公民館の Wi-Fi というのがセキュリティのレベルがちょっと高くなっておりますので、今日つないでいただいたとしても24時間後に必ず切断されてしまいます。ですので次回この今津公民館に来て Wi-Fi を使いたい場合は、皆様自身で接続するという手続きをしていただかない限り公民館の Wi-Fi にはつながりませんので、その点ご注意ください。ですので自動でつながりませんよというところが注意点になっていきます。今日この5ページに記載しているような手続きを皆様の端末でしていただくんですが、このような手続きはただ初回1回のみで構いません。今日メールアドレスを使ってつないでいただいた後は確かに24時間後に一度切断されてしまうんですけれども、2回目来ていただいた時はボタン2つ押すだけでつながります。初回だけがちょっとメールを受け取ったり、そのメールを開いたりっていう手続きが必要になってくるんですが、この手続きはもう今日限りになりますので、今日この手続きをしていただいたら今津公民館以外の残り148の公民館でもボタン2つ押すだけで公民館の Wi-Fi は使えますので、その点はご安心いただければと思います。ではまずですね、公民館の Wi-Fi につないでいただく方法を動画で流したいと思います。前のスクリーンで先に動画で流して説明をした後に皆様の端末で実際に操作をしていただこうと思います。
で今から流す動画なんですけれども、スマートフォンのですね、背中の部分にこうやってあのリンゴのマークがついている機種があります。これはあの iPhone と言われる端末で、今から流す動画はあの皆様が持っている Android と言われる端末ですね、リンゴがついていない端末の動画を流しますので、この通りにあのこの後操作していただければつなげます。ただ動画先に流しますので一緒に操作はしなくて大丈夫です。この後ゆっくりあの動画の後に皆様の接続をしていただきたいと思います。ではまずこちらの動画ですが、ご自身のスマートフォンのメールアドレスを確認しましたというところからスタートします。今この端末のメールアドレスをこうやってここで確認しましたというところですね。この操作は今あの講座が始まる前にしていただいた操作になります。でメールアドレスの確認が終わりましたら、次何をするかというと、 Android と言われる端末にはこのような歯車のマークがあります。これを設定のメニューになるんですけれども、この歯車を探していただいて、まず押していただきます。すると次ネットワークとインターネットというメニューが出てきますので、こちらを押していただきます。そうすると Wi-Fi というメニューが出てきますので、この Wi-Fi を押していただきます。するとですね、このようにアルファベットと数字がずらーっと並んだページに進むと思うんですけれども、これが今皆様がいる場所に入ってきている無線の電波、いわゆる Wi-Fi の種類になっていきます。この中に英語で福岡公民館 Wi-Fi と書かれたものが見つかるはずですので、見つかりましたらこの字のところをポンと一度押していただきますようお願いいたします。押していただくとページが切り替わりまして、このような福岡市公民館フリー Wi-Fi という画面につながります。でこのページに切り替わったら、ここに青いメールアドレスを登録するというボタンが出てきますので、このボタンを一度押していただきます。すると画面がまた切り替わりまして、このようにメールアドレスを上の枠に入力できるような画面が出てきますので、こちらに皆様が講座が始まる前にメモしていただいたメールアドレスを手入力してください。入力が終わりましたら、インターネットご利用時の注意事項に同意する、セキュリティに関する注意事項に同意するという文章があります。その左側に小さな四角がありますので、ここを2箇所トントンと2箇所押していただきますようお願いします。そうするとチェックマーク入れることができますので、2箇所ともにチェックマークを入れてください。注意事項をご確認したい場合は、ここのボタンを押していただければ、それぞれの注意事項をご確認することもできます。で入力が終わりましたら、この確認というボタンを押していただきます。すると入力したメールアドレス、これで間違いないですかという確認の画面に進みます。でここで注意をしていただきたいのが、今あの12月からこの講座をあの順次いろんな公民館にして回っているんですけれども、皆さんが間違えてしまうのがこのメールアドレスの入力の部分になります。実はこの後、入力したメールアドレス宛てにフリー Wi-Fi スポット事務局という事務局から一通メールが届く流れになっております。で、アドレスを間違えたことによってメールが届かないと言われるお客様が非常に多くなっております。よく間違われるのが、この A に丸が囲ってあるアットマークと言われるマークを外して入力してしまったりですとか、ドットと言われる点、これをカンマと言われる種類の点に変えてしまって入力してしまったりする方が非常に多くなってます。そうなるとどうなるかというと、もちろんアドレス間違ってるのでメールが届きません。その場合、この画面からまたやり直せばいいですけれども、やり直すためには15分間ほどちょっと時間を空けていただかないとやり直しができないシステムになっておりますので、その間ちょっと講座が先に進んでしまうと、ちょっと Wi-Fi につないでない状態で講座を最後まで受けていただかないといけなくなります。
ますので、このアドレスの入力の部分はしっかり注意をしていただきますようお願いいたします。ここでアドレス間違いないことをもう一度確認していただいたら、このオレンジの登録というボタンを押していただきます。すると画面が無料インターネット接続仮登録完了という画面に切り替わります。このような画面ですね。仮登録完了です。この画面が表示されたら、この画面自体もう使いませんので閉じてしまって大丈夫です。次に皆さんにしていただくのはメールの確認になります。先ほど入力したアドレス宛てに1通メールが届きますので、そのメールを開いていただきます。これメールアドレスをメールボックスを確認しているという流れですね。で、このフリー Wi-Fi スポット事務局というところからのメールを開いていただくと、本文の中にこのようにアルファベットがずらーっと書かれた文章が見つかります。このアルファベットのところをポンと一度押していただくと画面が切り替わりまして、無料インターネット接続本登録完了という文言が一瞬だけ出てきます。そしてすぐに福岡市の先ほど見ていただいたホームページにつながります。これでこの福岡市のホームページが出てきているので、無事公民館の Wi-Fi には接続されましたよということになっていきます。ではここまでの流れを皆さんの端末で実行していただこうと思いますので、まず Android 端末の方がしていただきたいのは、歯車のマークですねを探してください。このような歯車のマークを探していただくところからお願いいたします。そして歯車のマーク探していただいたら、次がネットワークとインターネットになります。このようなメニューです。あ、そうです、 Wi-Fi というメニューになっている場合もあります。でも直接 Wi-Fi になっている方はこちらを押していただくと思うので、 Wi-Fi というメニューを押すと、このようにずらーっと無線の電波が載っているページに進むと思います。この中から英語で福岡公民館 Wi-Fi となっているものがあるので、そちらを探してください。